1901年、官営八幡製鉄所に近代製鉄の火が灯されました。日本の近代化を支えたこの地では多くの産業が生まれ、同時に新しい技術が誕生しました。2007年4月、ものづくりで発展してきたこの地に産業技術の保存、継承、人材育成などをコンセプトとした体験型施設、北九州イノベーションギャラリーがオープンしました。命の旅博物館や環境ミュージアムなど、たくさんの観光施設に囲まれた注目スポット、北九州市の東田地区。そんな東田地区に新しく誕生したのが北九州イノベーションギャラリーです。この東田地区というのは1901年官営製鉄所が誕生いたしました。それから約114年間、日本の近代産業を鉄を通じて守ってまいりました。その結果としたしまして、優秀なる人材、優秀なる技術、そして産業遺産が残ることとなりました。それらの財産を後世の若者に伝えるのがこのギャラリーの使命であります。まず最初にやってきたのは、産業技術とイノベーションを題材とした年表を見ることができるスペースです。館長、この不思議な表みたいなものは何ですか？今から150年前からの世界の日本の、そして北九州の産業史をですね、年表にまとめたものでありまして、約2500項目について整理した年表であります。さらにですね、そのうち500項目を選びまして、はい、この4面のプラズマディスプレイでもって映像も含めてご説明するようになってございまして、外国の方にもご理解いただけるような仕掛けになっておりますし、皆様方のインターネットからアクセスできるような仕掛けも持っております。その他に壁面には先人たちの残した技術やイノベーションに関する言葉が壁に散りばめられています。これから技術者の道を目指す人へのメッセージが込められているんですね。その隣のスペースでは企画展が開催されています。いろんな企画展が開催されているので、何度来ても新しい発見をすることができますね。次にやってきたのはライブラリーです。ここでは産業関係の資料を見ることができます。当館のライブラリーの特徴といたしましてはですね、イノベーションに関わる書物あるいは資料、それからデザインに関する書物あるいは資料を集めておりますが、なんといってもですね、各社さんが精魂込めて作りました冊子っていうのを多く揃えております。どのくらいですか？100冊弱というものを集めておりましてね。そうですか。じゃあ産業技術を学びたいって人には、もうここは本当に宝の山ですよね。そうですね。そしてこの北九州イノベーションギャラリーの素晴らしいところが、実際に産業技術を教えてもらいながらものづくりを体験できるところです。講師をご紹介します。川崎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私もですね、何かものづくり体験してみたいんですが、はい、できることないですかね？一応今までの体験教室で5種類のものづくりをやっておりますので、文鎮を作りましょうか。わー、かわいい。こんなのが自分で作れるんですか？はい、自分で作れます。じゃあぜひやらせてください。はい、じゃあやりましょうか。お願いします。はい、まずは文鎮のデザインを考えていきます。今回はとってもキュートなハートのデザインにしてみました。そして実際にこの機械を使って先ほどの鉄の板を切っていきます。次に鉄の板の表面を磨き、穴を開け、持ち手をつけて完成です。イノベーションって聞くと難しそうだなと思ってたんですが、実際に自分がこうやって体験してみると身近に感じますね。そうですね。身の回りにですね、いっぱいあるんですけれど、意外と気づかなくて自分でもできるんです。こういうことはですね、北地区の過去と現代を同時に体感することができる北九州イノベーションギャラリー。皆さんもぜひ実際にイノベーションを体験してみてはいかがですか？